どうもこんにちは、特化軍です。普通科です。本日はこちら、自衛隊の戦闘糧食、すき焼きハンバーグ。ドドン、本格的なレスキュー食品、ミリタリー飯、自衛隊のハンバーグ。ハンバーグだけでもうめえのにね、注意、はい、すき焼きの中に地雷ハンバーグが入っております。食べちゃダメじゃん。ダメよ、ダメなのよ。体粉々になっちゃうじゃない。どこの会社だそんなもの出してるの。サンフーズ。よし。あれ、まあ、ちょっと勢い落ち着いたな今。日本の味は世界中の軍隊の中でもトップレベルである。盆と正月がね、一緒に来んじゃねえかって、ね、盆とお盆と正月がね、いいことが2個、いいものが2個重なってる。ハンバーガーってさ、このすき焼きでございますよ。オレンジでこんなんか出たらね、多分向こう半年は卵かけご飯になるね。家庭ですき焼きハンバーグ出す人いないですよね。ないよ。ないよね。ダメダメダメ。多分お母さん発狂するぞ。なあ。うわーってなるぞ。裏返すぞ。頑張ってカツカレーだろ。頑張ってカツカレー。そうや。これ実際ね、あの完品なんですよ。あ、すき焼きハンバーグ。はい、このメニューあるんですよ。ね。裏面こんな感じになってますね。レトルトですね、これは。エネルギー 258g、タンパク質16、お、脂質12、すごいね。食塩3、結構です。食塩もね、戦闘糧食なんで、結構取ります。で、中身が、ハンバーグ、玉ねぎ、大豆タンパク、玉ねぎ、牛肉、醤油。すごいよ、これは。多分これは、これ食べたら多分、自衛隊員、保証とかもニコニコ笑ってますもんね。これ、自衛隊員も保証食べてこう、こんな感じで保証立ってたら結構微妙な顔でしたよ。結構微妙な顔でしたよ。そしたらもう交代する人もね、これ食べた後のね、保証ニコッとしてたらこれ食べた後だから、それぐらいうまいんじゃねえかという、うん、よし、じゃあ行きましょう。はい、開封よ。開封開封開封。どうなっているのか、さあ見せておくれ、自衛隊のボンド正月を。引き抜きよ、引き抜き。あ、来た。あ、これ、え、見たんですよ。完品に限りなく近くね。まあ今の完品って緑色のもあるでしょ。こういうのもね、あるよね。あの副菜でちっちゃいやつはこの色だったりするよね。温まりましたんで行きましょう。これをよろしくお願いします。よし、限りなく完品。ちょっとじゃあ上げていきます。初めて？え？初めてなの君？地雷だから。あ、そう？うん、そういうことね。優しくしないと。どうすんの、右腕ぶっ飛んで、その流れで食べてるとこ見て、こいつは頭おかしいんじゃないかってなるでしょ。森さん、え、再生数頼むよ。頼むよ。俺は右腕なんかいらないんだ。左手さえあれば十分生きていけるんだ。絶対ダメよ。頼むよ。絶対放送されないわ。え、開封よ、はい、開封開封。見せておくれ、自衛隊のボンド正月を。ダンチャー今あ、ちゃ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 、完品にもあるこの最も豪華ではあるまいかと言われる、おい、すき焼きはきたね。これはうめえな。おい、普通か。あ、プレ忘れてた。大丈夫だ。大丈夫大丈夫。こんな世の中だけど大丈夫。どんな世の中なら地雷入ってんの。地雷を持ってますけど。飯に来ました。うん。わ、来た。はいはいはい。ね、こんな感じで、うん、これね、完品ね、俺食ったことあるんですよこれ。あ、本当ですか。はい。私はもう覚えてないですよ。周りがだってこうタレのさ、うん、玉ねぎと牛肉の、あのすき焼きに飽き足らずこの真ん中に、うん、なるほどね。ね、来ました。このでっかいハンバーグ。こちらをね、うん、取り上げでそのまま食べちゃってください。おい、おろしょ、入れます。ハンバーグに感じてくれ、自衛隊の本気のハンバーグを。これはね、結構ハンバーグってね、タンパク質もあるし、ハンバーグはね、うまいですからね。うまいよね。それなのに、うん、の牛肉すごいね。え、マジかよ。よいしょ。あ、上なのね。あ、上じゃなかった。いやいや、カレー見てに行くのかなと思ったけど。あ、どん好きね。どんね。俺あのね、半分方式苦手なんですよね。なんかあの、あ、実家が多分そういうパターンじゃなかったですよね、昔ね。ご飯の上スポーンだったんで、でも半分のあの、うん、貴重面差はなかったですよね。でも森尾さん家の兄弟とかも寝る時は、うん、長男とかから上に次女とか、うん、上に森尾さんっていう感じでこう縦に乗っかって寝るみたいな、うんうん、いや、長男死ぬわ。
長男窒息死するわ。いや森家盾が好きっていうからね、森田さんち6畳だけど5階建てだもんね。小野寺さんあれだからね、それうちの方式でやってればとてつもないことやるよ。よし、じゃあ早速いきますか。いっちゃってください。いきます。まあ、ハンバーグか。そんな気持ちでいっちゃってください。いきます。あ、いいね。うん、食べたことある肉の感じで食べたことある。やっぱちょっとしょっぱめですよね。塩分タレなんだよね、すき焼きハンバーグはね。そうそうそう、うん、結構自衛隊の飯これ多いよね。多い多い多い。醤油甘辛この味付け。そうそう、すげえ多い。だから飯とめっちゃ合うんですよ、うん、そうそう、きたきた。そしてハンバーグはねめっちゃ柔らかかったです。牛肉、うん、これこれこれよ。すき焼きハンバーグがなかったとしてもこの味はあるって感じ、うん、ただ牛丼はこんなんだもんね。ああそう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 、うん、牛丼もね、牛丼もすき焼きの味ですね、うん、ほぼ。すごい美味しい。すき焼きハンバーグだそうでございます、うん、早い、うん、早いよ。いや、量少ないじゃん。ちょうだい。あ、やばい。ちょうだいちょうだい。やばい、お皿。お兄ちゃんちょうだい。あ、やばい。お兄ちゃんのハンバーグちょうだい。お兄ちゃんのハンバーグとご飯ちょうだい。あ、怖い怖い怖い。ちょうだいちょうだい。怖い。ちょうだいちょうだい。ちょうだい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 。ちょうだいちょうだい。モリ、モリ、地雷が破裂したお腹の中で。ちょうだい。おい、モリ、モリ、TikTok でやれそれ。TikTok で勝手にやれ。今のは20秒。15秒じゃ足りない。なんだそれ。どうも、自衛隊の戦闘糧食を開発中に1ヶ月分の経費を1日分にまとめちゃいました、貝原雄山こと小野寺でございます。なぜ？ん？これ、これは、あ、油だね。これはいいよ、見て、この牛肉の感じとこのちょっと油のね感じ、こう、うん、牛バラというか薄いスライスのさ、はいはい、すき焼きの肉ね、玉ねぎ、この甘い、うん、そして見て、この自衛隊っつうのはね、必ずなんですが、こういった醤油甘辛ベースには、なぜか若干あん入れるよね。とろみあるよね。これ絶対よね。あんあるね。自衛隊あるあるね。あん入れるあるあるね。ちょっとね、すき焼きっていうよりはドロッとしてるんですよね。うん。これ絶対うまいじゃん。評価額。うん。101万円あーエアーでまさかいけるとかね。うん。このね、玉ねぎだとろとろなの。うん、それでは行かせていただくよ。どうぞ。うん、うん、思ったより醤油強い、うん、あ、そうか、醤油ガンとくる、うん、甘辛い醤油うまい、うん、あ、スッといっちゃった。待って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 、大丈夫、ハンバーグ握ってないんで。うん、柔らかいね、うん、柔らかいです。結構うまい、うまい、いや、うまいです、うまいです、うまいです。思ったよりうまい、ええ、私、まずいって言ってないですからね。うまいって言ってたじゃないですか、しきりに。思ったよりうまい、ええ、しきりにうまいって言ってたじゃないですか、うん、ハンバーグは、なんか煮込みハンバーグみたいな。だいぶ柔らかい、確かに柔らかい、うん、缶詰とか、こういうレトルトにある固めのハンバーグじゃなくて、うん、いらないですね、とろけるタイプの、いい意味で豆腐ハンバーグぐらい柔らかい。そうそうそう、柔らかい、ええ、なのに、この薄くスライスした、牛バラ、はい、まあね、この油も入ってね、とろけるし、うん、玉ねぎの甘さも、うん、玉ねぎはなる、これは止まらん。どうぞ。あ、うまい、うん、うまい、米にめちゃくちゃ合うんですよ、やっぱり。これはすき焼きって世界でも結構共通っていうか、みんなうまいって言うよね、これ。いや、外国の方すき焼き食うんですか。坂本九さんのね、あー、うん、そっか、すき焼きってあるぐらいだから。あー、うまい、牛の香りもしっかりする。これは吉野家でやったら、うん、間違いなく吉野家に、迷彩服の行列ができる、間違いない。いやいや、もうせめて制服だろう。制服、制服、うん、作業服、作業服、うん、防衛看護学生、まあ、一概あたりかな。一概の吉野あたりかな。うんと、これね、確かね、俺、はい、あの銃剣道の時に、あの競技会の時食べたんですよ。あの銃剣道だと、僕のね、仙台駐屯地のとこのその体育館をちょっと借りれる日と借りれない日あるから、はい、僕の中隊で、銃剣道競技会の練習しろってなって、そしたらなんか近くのなんか学校だったか、うん、まあ、体育館みたいなとこ借りるんですよ、毎回、うん、で3頭半乗って、はい、中堅度持って、はい、で食うという時にね、なんかね、余ってたのか知らないけど結構連発でこれだったんだよ。余ってましたね。余ってました。たまにあるよ、間違いない、うん、たまにあるじゃん、間違いない、毎回、あ、今回もこれがみたいな、給与陸曹が今ここだと思ったんです。腐りそうなやつからね、今ここで
出してまおうっていう、うん、古いのからいこう、ええ、あーちょっと演習まで期間あるなー、うん、何銃剣道今回もおめら行くのか、ええ、でこれ持ってけみたいな、そうです、ね、飲食用語で言うと兄貴からね、兄貴から兄貴から好き、それで結構連発したんですよこれで、俺結構これ、ええ、あの好きだったんで、ええ、みんなでもみんなも結構さ、はい、やっぱ受けいいんですよ、すき焼きハンバー、はいはいはい、わあ今日もかみたいな感じで、うん、そのまあ温めておいたやつを、はい、まあちょっとこう体育館のね、端っこで食うとかさ、はい、3頭半戻って食うとかやってたんですけど、はい、ある時からある時っていうか、まあ、2、3回目からね、何だったかな、サンマピリ辛煮だったか、うん、魚のやつと、はい、2、3人だけサンマピリ辛煮みたいなやつが混ざったんですよ、だから誰かは、みんなは、すき焼きハンバーグ、はい、サンマピリ辛煮3人どうするってなったら、うんうん、あのじゃんけんになりましたからね、あやっぱりそのすき焼きハンバーグ派が多かったんだ、ね、がいいから、なるほどね、サンマピリ辛煮、いやすき焼きハンバーグだ、はいはい、うんうん、昨日も食べたけどみたいな、なるほどねこれぐらいこっちの方が強いからね、サンマと比べちゃうとね、サンマピリ辛煮もうまいんだけど、うん、ええー、まあ、どうしてもね、どっちかというとね、どっちかというとね、はいはい、まあちょっと話をその後盛ると、うん、まあ僕の記憶の違いかもしれませんが、うん、じゃんけんで願い叶わなかったその糧食、はい、の人たちと3人と比べて、はい、すき焼きハンバーグを食べた隊員は、はい、おそらく銃剣道、うん、圧勝でしたね、なるほどね、本当ね、それはもう話を持ってないですね持ってないのかい正解です持ってないんかいそんなことないそんなことないそんなことないよ、あんたそんなことないぞあ、まだお、はい、ボンと正月を一緒に、入れました、うん、こちらすき焼きハンバーグ1食分、うん、はい、一食ですね、レトルト1個なんで、うん、はい、92万円よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、なんだよろしくお願いします、中堅道のお昼にはぜひ、これをすき焼きハンバーグね、息子さんにも持たせてくださいね、運動会、はい、食べましたけれども、また紹介させていただきます、あツイッターインスタやっております、特訓で検索フォローお願いします、あチャンネル登録者ございます、お願いします、そうお世話になってあります、お願いします、本日はこれまで、それじゃまた、そうなんですよね、やばい、この後俺中堅道いけそう、お、いいですよ、行きますか、行ってください、森さん、受験度やり行きますか、この後、ああ、行かないです、入っちゃうよ、今言ったらやってたんだろうがよ、入っちゃう、やってたんでしょ、受験度、うん、そんな教えられなかった、ね、始めって言われたら、まず突っ込んでって、はい、一発目、やーって絶対に全力で突くところから始まれっていう、いや、だから始めって言われたら、絶対に突っ込んで打つ、突っ込むっていうか、小一本ね、そう、うん、小一本しか勝ち目がないから、訓練隊たたったら小1本しか勝ち目ないから絶対小1本はいけっていうのは言われてたよ、どういう競技会の感じでした、いや僕のところは、はい、中堅道の中隊対抗なんで、中隊でまず練習して中隊ごとの、うん、大会があるっていうことですね、だからそれが年1とかでしょ、うん、そう、要は2師じゃなくて1師一緒にやったら訓練隊と当たる可能性が出てくるから、うん、そうだね、だからもうその訓練隊に勝つとしたらもう小1本でしか勝てないからっつって、うん、森さん、やらされてました、突撃しました、初めって言われたら、ね、どうでした、小一本、小一本当たんないですよ、初めって言われたら行った、言われた通り、言われた通り、それは絶対行くよそれは絶対行くです、その上から行きます、それともこう下から行きます、上行くと見せかけ、私はもうそんなまっすぐにやりますただただ胸とりあえず思いっきり行くっていう、当たって砕けろです、そしたらこう流されるかもしれないじゃん、こう上から小一本で当たんまり、向こうも小一本やってくるから、ね、うん、僕もね、そうやったんですよ、はい、そしたらね、本部管理中隊のね、はい、体格も大きくて、で銃剣道力士の中で一番強いと呼ばれてる人と僕当たっちゃったんですよ、はいはい、その時にね、これ自衛隊のね、銃剣道やってる人みんな分かると思うけど、銃剣道ってさ、持つじゃん、はい、ルールとしてはさ、はい、リーチの戦いのようなもんだから、まあ長い方がいいですね、左手実は離したいんですよ、実はね、うん、だけど離しちゃダメなんですよ、ルール上ね、ダメですね、だから片手ついちゃダメだし、うん、リーチ伸ばそうと思ってこの左手を離すのはなしで、絶対掴んだとこから離さずにこうしかダメなんだけど、うん、はい、俺見ちゃったんだよ、小一本行くでしょ、はい、始めっつって、うん、もうその人だよ、うん、陸士一番強いと、はい、先輩ね、はい、俺じゃん、うん、いやーって行くじゃん、一発目こうズドンってお互いにこう外れ合うと、はい、まあ僕なりに全力は出しましたよ、はい、上行くと見せかけ下行くと見せかけ上みたいなね、はいはい、その小一本の一瞬のこの、でもあっちもなんかこうそんな同じ感じ、はい、でも全然そこでは一本ならず、はいはい、その後に、はい、その直後によ、はい、まあ間合いは一回遠いなと思ったの、はい、そしたらさ、はい、いやーってさ、はい、話してたよ、こういやーって、
いやーって分かる、こう、うん、手に微妙にこう隙間を作ってさ、うん、いやーって言ってドンってやられて一本する、はい、俺その時やられましたね。あ、なんか南米のサッカーを見た気がしたね。そんな技術でもない、うん、南米ってこうやそんな技術じゃないの、南米や、南米の誰の技術なんか例えるなら、ここ話すなと呼ばれていたから、うん、絶対この距離は届かんやろと思ったけど、うんうん、なんかあの人の伸びるなとは思ってたんだけど、審判からしたら見えない見えない見えないの、はい、だけど疲れた私には見えてた、ね、え、なるほどね、なんか筒できてたここに、技術です、南米のね、南米のあれじゃないけどね、あれは南米の銃剣道よ、南米に銃剣道ございません、あれは南米の銃剣道、多分南米に銃剣道ございません、私が言ったのは、うん、その日本のこう、うん、ルールを重んじるっていう銅、銅、ですよ、うん、だけどあっちは南米の銃剣道よ、南米に受けてないから、うんうん、やっぱそこら辺のね、うん、文化の違いにっていうか、あ、うん、こう勝ちゃいいよねっていうこうね、勝負の世界の厳しさをね、うん、あそこで、陸士長成り立てだったかなって感じましたね、うん、はい、あ、そこで学んだんですね、はい、学びました、だからもう人にちゃんと感謝するんだよそうそうだな俺その日以来俺ちょっとこうちょっと浮かすようになったからなダメだけど、うまくいけや、ね、ダメ、見つかっちゃったらあれですけど、ね、本番だけね、うん、本番だけ、ぜひ皆さんもね、うんうん、そういった銃剣道の時あったらね、うん、あの南米の銃剣道、なかなかいないよ、一般の方で銃剣道やってる人、ね、ちょっとなかなかいないから、やってください、ぜひね、あのまだまだね、あの銃剣道の裏技あのありますんでまた言いたいと思います、裏技、ね、ということで、うん、話全然違うじゃねえかよ、いやいや、そうだよ、長えなと思ってたよ俺